ハロー皆さん、どうも。 PS2 版新女神転生3ノクターンマニアクスクロニクルエディション続きやっていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあね、やっていきましょう。銀座からやな。ちょっと今回はレベリング、作業になる可能性があるので皆さんご了承ください。ちょっと合体とかもしていこうか。ちょっとねレベリングしておきました。もうこのレベルになった声が上ずったわ。このレベルになったらまあいろんなもんな人たち作れるんですけど、広機構投資の町くれぐれも変な気分なら起こさないように。ありがとうございます。あなたはねレベル20全20何本とかで作れる人だ。28とか、はいはい。でここ回復は大丈夫かな。 OK、 いいですね。ここちょヒーホー君仲間にしたいっすね。ただ今仲間がいっぱいなので式神とかもいいな、仲間にできひんから。ちょドルミナーやめてほしい。あ、俺マガタマ何装備してた。あ、知らぬいか挑発。うーん、次のあれがなんかによるな。わなつにホックブレス、ホックブレスにしとくか。でここがジュエリーラグ。まあここはねめちゃめちゃ使うことになるので、まあ、相当使います。ここは、はい、精霊御霊とかね、めちゃめちゃもう合体とか生贄の時に使うので、ここね仲間いっぱいなんだけど、御霊はね、まあ、全然無理です。はい、まあ、御霊はめちゃめちゃ使いますので皆さん覚えておいて損はないかと思います。前書ってまだよな。池袋とかで解放されるんだったっけ。そうだな、生贄が、まあここで生贄合体、まあ生贄合体は今はちょっとね、まあ中盤以降とかかな。これ序盤はまだいいや。もう序盤はな、とにかくパトらなければいいので、まあそれ終盤にも言えることか前編通して言えることか。まあ、なんか作りたいね。アプサラスと、モムノフいいね。欲しい、モムノフ。そんな使った記憶ないけど、かわいい、かっこいい。シーサーもいけちゃう。で、リリム、エンジェル欲しいっすね。シーサー欲しいよな。くそー、マジか。ちょ、シーサー、犬神とピクシー。てか、犬神は絶対使えんから。あー、スダマはね、いいっすよ。覚えるスキルがそこそこ良かったはず。ちょ、調べるか。バイコン、ピクシー。うわー、マジか、シーサー欲しいな。え、これ、エンジェルじゃなくてシーサー作るべきじゃねえ。シーサーこそ欲しいんやけど。まあ、リリムとアプサラスで。ちょっと待って、じゃあちょっと、エンジェルの覚えるスキル、ちょっと調べまーす。もうここからはね皆さん、今回マジ作業配信になると思うので、女神転生で、あのエンジェルもな、ろくなスキル覚えんかったはずなんですよね。有能スキル特になしだったはず。引き止めパトラとですよね。勝利の息吹だけやな、まともな。うん、いやー、パトラと勝利の息吹だけやな、ほんまに。ディアを最初から覚えてるのはでかいが、まあ、なので対精神とかは継承させてもいいのじゃないでしょうか。これが精神無効とかになってくれたらさらにラッキーなので。で攻撃魔法を 1個も覚えんから、マハジオとかがあってもでかいね。マハザンでもいいわ。だからタルンダでもいい、ラクンダでもいい。うん、だディアを覚えてるということで、まあ、対精神スクカジャ、耐精神スクカジャは確定で、的、たるんだ、らくんだ、マハジオ、マハザンとかでいいですね。
スクカジャーナライズ、やばいやばいやつ継承させそう。うわー、これ絶対入りそうやな。晴天系絶対入る関係はちょっとやばい。まあ子守唄が入る系か。そうなってくると相当粘らんといかんけどな。アナライズとかもいらねえし。とりあえずスクカジャと耐精神はいるという感じですね。耐精神は微妙。ちょっとリリムとアプサラスあんま使わんかったな。作ったんはいいけど。てかシーサー欲しいな。でここはアプサラスがすぐに仲間になるので、え、シーサーってディアなー。シーサー、まあディアいらん。あー、シーサーにディアいらんか。当時の俺はね、シーサーにディアを覚えさせてたと思うんですけど、こいつ自力で覚えんかな、レベリングして。エスクカジャと、耐精神は絶対に欲しい。いや、精神向こうほんまにいるから。マジで。砂組んだスクカジャマ、ハーさん、惜しいな。アナライズのとこが耐精神だったら完璧だった。ちょ待って、スクカジャ、カジャ系ってスクカジャだけよね。オッケー。え、ドルミナー、ドルミナーマハジオ、まマハジオはいらんか。ジオ系弱点のやつってわりかしおると思うけど。たるんだ耐精神、ジオ惜しい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 。うわ、スクカジャコンかな。うわー、めちゃめちゃに惜しいんだが、これいらんな。晴天、あれマジいらん。今の惜しいな。え、スクカジャタ、うーわ微妙。あ、とりあえず耐精神が入ってなかったら×ボタン押していけるか。惜しい。まあ、恥をつくかじゃあなら、うわ惜しい。ハマ向こう衝撃受殺、まあ、受殺向こうとかもねあればパトらないんで。耐精神すく、うわもうゴミだろ。いっちゃん上のやつ、あれ晴天マジいらんねんけど。耐精神、耐精神、まあ、そこまでしてエンジェルいるかって言われたらちょっと微妙なところではあるんだが。耐精神やばい今のは。惜しい、まあ、継承スキルがわりかしあるからな。ドルミナーじゃないわ、アプサラスとリリムを育成してるおかげで。だからこそ難しいよなこれ。スクカジャ、耐精神、ラクンダ、ジオ。え、これでよくないっすか。ラクンダ、まあ、ちょっと。いや、いや、これでいいでしょ。ねえ。スクカジャ、耐精神、ラクンダ、ジオ。オッケーオッケー。よし、これでいこう。これでいきましょう。オッケーオッケーオッケー。さあ、まずエンジェル育成完、育成じゃない、合体完了。もう皆さん、ヒロくん、なんか合体、浅草で合体したときに、モスマン来たん覚えてますか皆さん。あれ、伝説かいよな。あれ、俺、リアルタイムで見てたわ、ピアキャスか、ピアキャスで。マジであれ、神回だったな。合体するとき、事故ってモスマン来てな。あれ超える神回、絶対ないでしょ、メガテン3の配信で。間違いなく日本一やろ。爆笑したわ、あれ面白すぎて。合体でエンジェルでフォーモリアとかができちゃう。で、シーサーもできるよ。やばい、雨の渦目できる。うわー、これエンジェル使わんまま終わるんだが。マジで今、仲間に使ったのがアプサラスとリリムでしょ。でですね、カハクもちょっとここは使っていきましょう。カハクと、毛量もいらないかなと思ってるんですが、いや、カハク、かわいい。
カハクと脱エヴァでバイコーンか。ちょ、お前何覚えるん？バイコーン見た目めちゃめちゃ好きなんで作りましょう。ちょ、バイコーン調べまーす。バイコーンの覚えるスキルは、マハラギ、はい、会心、テトラジャプ、うわ、よーほほほ。まあ、スクカジャをデフォで覚えとるのはいいか。まあ、会心と、で、マハラギは覚えるのか。テトラジャもまあ、微妙に使えるか。テトラジャ、マハラギ。オッケー。だから、マハラギ覚えるっていうことやな。自力で。これ、カハク、楽カジャ継承させたいというのはあるな。ま、カハクを合体用意にするのであれば。で、脱エヴァの場合は、勝利の、勝利のチャクラか。微妙。これ、カハクの方が良くない？勝利のチャクラ、まあ、雑魚戦？しかも、これ、バイコーンなぁ。マハラギか。どうしよう。で、物理でしょ、こいつ。このスクカジャ系とか、しかもボス戦にしか使わんから、別に勝利のチャクラがあったとてよな。マハラギ覚えるとはいえ魔力低いし。いらんか。勝利のチャクラ。うん、いらんよな。やっぱカハクでしょ、これ。カハクと、脱エヴァとして、楽カジャ継承させましょうという感じですかね。いや、もう、いやー、でも。勝利のチャクラはいらないですね。まあ、とりあえず、楽カジャ来てくれたらでかいって感じ。まあ、マハラギは仕方ないわ。マハラギがもう 100% 入るんは仕方ない。あ、ちゃちゃちゃ。楽カジャ、アギ、セクシーアイ、お前がセクシーアイとか気持ち悪いだろ。まあ、これでいいんじゃないですかね。うん、アギ、マハラギ。うん。単体にも使えるし。いいですね。よし、これでいこう。ちょっと、まあ、微妙っちゃ微妙ですけども。楽カジャが入ってるので。さあ、カハクと脱エヴァさらば。なかなかのグロシーンよな。さあ、バイコーン仲間になる。幼獣バイコーン、お前の命令あればみんな食ってやる。こういうキャラなんですよ。で、バイコーンでできるのがフォルネウス。サルタヒコか。サルタヒコは敵として出てきたときに非常にうざい。お前敵として出てきたときはこいつマジやばいからな。ピクシー、あとはピクシーかな。ピクシー、ハイピクシーにしたらどうなるか気になる。さあ、ちょっとレベリングしますか。はい。まあ、行ってないとこ行きつつって感じかな。バーのロキさんね。イケメン。さあ、これはもう早っ。おっと、まずい。俺と犬神しかおらん。あ、ちょ、待って。これやばくね？召喚したいところ。まあ、いけるか。いけそうやな。とりあえず、カハクやりましょう。で、アプサラスちょっと仲間にします。まずい、まずい、まずすぎる、まずい、まずい、まずい。アホか、お前は。うわはは、うわはは。あえぎ声。いや、犬神に攻撃してくるな、こいつ。さあ、話しかけよう、アプサラス。私を連れて行こうつもりですの、でしたら。190マッカいただけるかしら。応じる。まだ、まあ、応じる。あなた先、え？
この後、はぁー、ビッチ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 、アプサラスビッチ、なにこいつ、ふざけんなよと。で、召喚エンジェルと、あ、ちょっと待てよ、召喚、バイコーン、犬神、エンジェルと、私にはニヒロ、はい、そうしていざと、お前ええやつやな、かっけえ。うわ、やばい、やばいん来たな、ちょっと気持ち悪いん来たね。アイスブレス、アイスブレス、これジオって聞くんかな、あんまりやな。ファイヤーブレスはでやばいので、よし、でバイク、アギはあれよな、吸収されるんで、ペトラアイ、あー、やばい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 、これマジやばいよ、これマジやばいよ、マジやばいよ、おっしょ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 、危ねえ、怖すぎだろコロンゾン。あ、エンジェル出てきたな、まあいいや、ダウェイ、やめてー、マジやめてー、マジやめて、それガチでエグい、エグすぎでしょお前。天狗おるやん、天狗さん覚えるスキル割かし優秀だった気がするな。あー、ガキか。あ、一番右のやつ、こいつ、こいつ仲間になってくれへんかな、来い、俺にすり寄ってきてくれ、まあええか、倒そう。バーマダム、まあロフなやつらじゃねえだろうな。ロキさん、お前見えひん顔やな、ここに何しに来たんや、ミルクでものクククまあ甘いのいっぱいのだ、嘘かしないかっけこれやばいよな、いやー、まあかっこいいには変わりないんですが、イケメン出た、72レベとかで作れる人、筆下ろししてもらいたいですね、ふふ、やっぱり。人、まあこの人ね、覚えるスキル自体はね非常に微妙なんですが、おい、そこは俺の大事な家、ごめんなさいロキさん、ごめんなさい、エルシャダイにな、出てきそうな見た目、そんな装備で大丈夫か、懐かしい、あれ10年前か、そんな装備で大丈夫かって、やばすぎでしょ、あれから10年経ってるの。とりあえずヒーホー君仲間にしたいから一回戻りましょう、ここをヒーホー君出んかったと思うので、こっち側じゃないと、こっち側じゃないとヒーホー君が出なかった。お、出た出た出た、うん、まず火白を、で次に回す、次に回す、次に回す、話しかける、オイヤを仲間にしたい、ほーヒホホ、君の力を吸わせろ、そして言うこと聞く、ほー、かわいい、ヒーホーくん、マジジャックフロストかわいいね、ヒホ、この足はこれだけで全然足りないほう、欲しいほう、あげるあげる、貢いでいく、まだちょっと足りないほう、欲しいほう、頼む、まだお願い聞いて、頼む、来て、あー、マジか、考え聞かせるタイプ、何かいいこと、おいらどこ、するする、絶対するよ、ヒーホー、そりゃ嬉しいほう、よしよしよし、いま、でもヒーホーくん、残念ながら君はね、うん、合体要員なんですよね、かわいそうに。
で、ヒーホー君、そう見てさっき見たんやけど、覚えるスキルはあのマハブフとかアイスブレスなので、まあいいかな、いらんかなって感じじゃない。そこまで会心さえ継承させればいいかなという感じですね。おし、じゃああと1体ちょっと火白、もう式神か火白1回来てくれという感じかな。さあもう今回はね、ここでレベリングして終わりですね。はーい、あ、君は最終的に、てか中盤かな、すごく使う人、あのピクシー系列のね。実はバーの奥の部屋には外から通じて知ってますよ。それは後々まあ行くことになるんですが、またいる、けしからん。さあ、まずこれまずいっすね。一瞬で型をつけたいところ。さあクリティカルが入る。ちょ、全体攻撃していこう。おし、ナイス、素晴らしい。で、小玉で回復させて、ちょっとここエンジェルが出てちゃ、出ちゃう系か。ちょ、戻ろう戻ろう。あとは火白か式神をもう一回誰か仲間にして、これハイピクシーにした方がいいかな。ピクシーをそれちょっとオフでや、録画外でやっとくか。あ、来た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 。ヒーホー君をまず倒して、マジかわいそうやな。ちょ、ヒーホー君マジかわいそうじゃね。これ微妙な罪悪感あるぞ、やられるとき。女かわいい系の、いやマジ可愛い系マジであれやな、かわいそうって思ってまうわ。偽善者みたいな感じになるけど。画伯、はいはいはい。ビッチやん画伯お前、マジか。大丈夫大丈夫、まあでも粘れ粘れ粘れ。ピクシーはいるから、あ、ちょ待って、これあ、アプサラスでも OK。ちょっと火白を仲間にしてみて何が作れるか見よう。ちょ、分からんから俺そこらな、種族のあれで誰が誰を合体させたら誰ができるかとか。3連続喘ぎ声、助かる。さあ仲間にしていこう。120 50。いや、ビッチ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 、マジ火白やばいだろお前。ちょ、なめとんけこいつ、やばくね。でもどんどん出てきてくれる。で、次に回す、話しかける。もう頼むマジで。あー、もうこいつマジやばいっしょ。もうこれふざけんなよ画伯お前、やべ、嫌いになりそうなんやけど。ちょ待って待って待って、えぐいレベルでもてあそばれてる俺。ちょっと勘弁してくれ、金だけな取られ、金ずるやん完全に俺。ちょ待ってくれお前、ちょ画伯さん頼んます、仲間になってください。さあ来た、あーっとこれはいい。ハーレム、あれピクシーやられん。うん、アギはもう無理やな。いや、お前のセクシーアイほんまキモいな。頼む、うふ、90マッカー、ちょっとほんま頼むよ。うわ、自分ら探さない、そうだな。おっしゃー、センキュー画伯さん、仲間になった。さあじゃあこれでちょっと見に行きますか。ピクシーじゃない、
カハク、アギエ、おねだり。ちょ、落下状覚えさせたいのはあるんだが、もうそこまでする面体操なんで、とりあえず。何やべえ、式神も出てきた。くっそ、もったいない。チャクラドロップありがたい。下がったい。犬神はなあんまり使いたくない。イソラかで、ジャックフロストとエンジェルで雨の渦目ができる。エンジェルアプサルス、あ、なるほどね。雨の渦目、まあ微妙やなこれは。え、カハクはモムノフとかか。フォーモリアができるがエンジェルを使いたくないというのがあるので、ちょっとこれは一回逃がすか。ちょっとこれ一回カハクを逃がしますか。うん、でここは仲間と一回カハクと、仲間にしたばかりのカハクと別れましょう。もうここはね、心を鬼にしてこういうことをしていかないといけない。暴れまくり。マジこいつはやばいから速攻倒しておきたいんですが、あ、ビリってる、あ、ビリってる、ビリってる。うわ、マジか、勝てえ、勝てえなお前。怖いので一応ディアしとこう。暴れまくり。はい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 、ナイス。さあ、ちょっと式神も出るの、ちょっと式神アプサラスリリム誰でもいいから仲間になってほしいかなと思います。ちょっと誰か仲間になってくれ。竹見なかったとかも作れる。てかシーサー欲しかったな。だがアプサラスやな、アプサラス欲しいわ。来た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 。てんてんてん、私を連れて行くおつもりですのでしたら、チャクラドロップ、高級なものを。うふふ、まだね。そのお前これで逃げたらマジやばいぞ。やめましょう、これで我慢な。ディスパライズ、ふざけんじゃねえよ。これがあるからメガテン3はやめれねえんだ。なんだろうな、もうとことん、まあ、キャバクラ行ってな、貢いだ女の子にさ、もう最終的になんかこんな感じそっけない態度取られて、えってなる。おお、これが貢ぐってことなんですよ。リリムでもええぞ、リリムでもええ。やばいやつ来た。ちょ待って、やばい、こいつマジやばいから、こいつマジやばい。自爆使ってくるからね。ちょ待って、一発で倒してくれ。いやー、しょ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 、不意にこいつ出てきたらマジ怖い。で、ちょ体力がな、体力少なすぎるあまりにも。よし、回復 OK。 あまりにもちょ体力を伸ばしてないから、こんだけ暴れまくり使ってるからね、微妙に伸ばしてた方がいいかも。さあ、リリムかアプサラスが仲間にしてって感じかな。誰か来て。ピクシー、はい、ピクシーにしたら多分アークエンジェルとか作れると思うんやけどな、誰かと誰かで。アークエンジェルがね、欲しいのよ。あ、リリム来たね。よし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 。声やべえ。リリムさん、頼む。あたし、ならそうね、欲しいわ。やっぱ足りない、100万か。まだ、お前ちょ、またほんま。じゃ、ねえ、他の誰かのために何かするのどんな気分？いい気分、やっぱ無駄？ねえ、いい気分。おいあんひゃんあんひゃん、あたしは、さあ、どこへでも連れて。えろ今夜。今夜。リリムちゃん、あの、僕、童貞なんで、一発、どうですか？で、主人公、いえ。筆下ろししてくださいって言え。さあ、でもここでリリムがどんな感じ？
あ、のづちか。うわ、のづち微妙。作ってった方がいいのかな。でも、のづちって何ができるんだろう。まあ、ピクシー、ここ普通にいるし、ピクシーと、あれかな、ちょっと作ってもいいかも。てか、毛量とコロンゾンでいいかもね。あれ？あ、じゃあ、何を言うよ。もう、あ、コロンゾンはいらん、コロンゾンはいらん。リリムとピクシーで、のづち作るか。ちょっと、じゃあ待ってくださいね。のづちの覚えるスキル見ます。野づちは、反撃ゴマスリ落下じゃ玉砕破か。うーわ、反撃と落下じゃは有能ですね。なるほど、反撃と落下じゃか。なら、ま、ディアでええかな。あ、ディア来たな。はい、これで。はい、さあ、オチンポス、野づちさん、卑猥すぎる見た目。いや、ピクシーとリリムみんなどっちがエロいと思う？俺はね、ぶっちゃけピクシーの方がエロいと思う。なんかリリムってエロいけど、なんかな、ピクシーより微妙かなって感じんな。さあ、オチンポスできました。ものすごいデカチンやけど、我が名は竜王の土、今後ともよろしく。竜王なんですよね。で、野槌ができることによって、まあ、まあ変わらないですよね、ここら。フォルネウス先生ね、作りたいですね。OK。じゃあ、ここは、あと、ピクシーじゃないわ。アプサラス、リリムとかで。で、式神でも OK。その3体の中の誰かで。いや、アプサラスかな。うん、個人的には。アプサラス欲しいな。来た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 。あ、来て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 。どうします。ああ、頼む、まずこれな、なんか、あ、お前マジで。では仲間に、うわー、質問あるか。他者を気遣うなんて無駄なことしかじゃ。いや、違う。はー、お前そういうキャラなんかよ。マジか。なんやこいつ。ユイが天上天下、ユイが独尊みたいな。式神か。あ、式神でもいいわ。じゃあ、話しかけていく。はい、まだだ、まだ足りぬ。もうやはり、そうそう、これ十分だ。傷薬、いいやつ。ただただいいやつだった。盗めるもん盗んで、傷薬くれて去っていく。いいやつ、いいやつか。これ代償でかくねえか、俺の方が。お前はマジヤバいから。初手自爆はしてこんのかな。未だにわからん。やっべ。はい、パララアイとかはどうでもいい。よし、俺たちのアプサラス。うーわ、いや、バイコーン火力あるね。いいわ、やっぱ。まあ、ここらはもう物理ご利用ししときゃ、ノーマルだったら何とでもなるので、はい、一撃必殺技さえ食らわなければって感じやな。昔の俺、ここでもうレベル30とかまでいってた気がするのよな。レベリングしまくってたからね。まあ、メガテン3はレベリング作業してる時もね、めちゃめちゃ楽しいので、飽きがなかなか来ないんですよね。それがいいとこ。さあ、雨の渦目来た。雨の渦目じゃないわ。誰？アプサラスか。
60まだね。おお、このアプサラスはちょろい。たまにこういうことがあるからな、やめられんのよ。ちょろいね、人がいるんですよね。さ、まあ、このままでいいかな、もう。うん。だこうするとピクシーがいなく、そう、ハイピクシーが欲しかったから、ジャックフロストと、まあ、フォーモリアでも、フォーモリアもあり、ちょ、待て、フォーモリアって何覚えるん？俺、こいつ作った記憶ないから、初見ですね。マジでこいつ作ってなかったと思う、当時。18レベ。突撃一分の合戦、誘惑マハブフ暴れまくりか。まあ、合戦だけかな、使えるん。マハブフと暴れまくりとかあるけど、こいつはちょっといいかな。だから、アプサラスと、ジャックフロストで、ディア欲しいな。でもディア覚えんからな。まあ、しゃあないな。このままちょっと弱めになっちゃうが、シーサー作るか。でシーサーはおたけび戦の噛みつき反撃体感へとね、覚えるスキルは優秀なんですよ。ただおたけびを誰が覚えるかっちゅう話なの、この後。ディアないけど、残念だが。まあこれは、会心とブフかな。会心とブフが、あ、今の、これでいいと思う。これ。はい。まあ、シーサー魔法があんま高ないから、いらんか、ディア。いや、ミナカタアメノウズメ、この時点で作れるから、もう早欲しいんやけど。ミナカタ誰がいるんだろう。アークエンジェルはハイピクシーがいると思うんですよね、種族的に。だからこれちょっとピクシー仲間にしたら今回はこれで終わろっか。うん。もう十分でしょ。これで俺がオフ、その録画外でハイピクシーにして、次が誰か作るっていうのから始めましょう、またね。皆さんありがとう。とりあえずピクシー仲間にしていきましょう。これいちいちで、俺が出してるんか。で、シーサー、カイチか。あ、ミナカタできる！ミナカタできるね。こいつほんまに欲しい。ミナカタできる。あー、じゃあこれちょっとシーサーとノズチ育てとくか。せやね。そうしよう。毛量そろそろ。オッケー。で、枠が一つ残ってるから、あそこにピクシーを入れて、今回は終わりにしたいと思います。まあ、ほぼ進めてないんですが。ちょっとレベリングしておきますね。さあ、ピクシー、来てくれと。来ないか。さあ、ヒーホー君とカハクをボコボコにしていく。まあ、マジ、可愛い系を倒すのに罪悪感感じる人っておる。俺、そうなんよな。なかなかこれ、慣れんのよ。昔からな。何匹たり何人も倒してるけど、なかなか慣れない。偽善者ぶってるわけとかじゃなく、おウィコンやん、やるやん、やる。はいはいはい。で話しかけるピクシー。あー、ピクシーに力吸われるのは最高やな。あー、ピクシー気持ちいい。ピクシー、あの残し爽やか、ありがとうピクシー。あ、ピクシー、あ、気持ちいい。あ、ピクシー、やばい。俺やばい。ピクシー、じっくり。あ、はおい、おら。おい、おら、お前。何すんじゃ、ボケ。何すんじゃ、悪い。おい、ピクシー。お前、後で校舎裏な。おいでー、おー、あー、カハクか。い
や1768、次のレベルまでに気となるわ。てんてんててんてん、リンリンリリンリンリンリリン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 リリンリンリリリリン。懐かしいな、こうアニメにもねこれが採用されてたんですよ。はいはいはい、ドゥ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 、カハクしか出ねえ。ピクシー欲しい、ピクシーピクシーピクピクピクシー。お、ここで雨の渦ね、ミナカタアークエンジェルできたらもう完璧やな。まあ、モムノフはねいらんな。はい、ささ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 さ、俺のピクシーちゃん早く来て。何これ、全然ピクシー出ないんだけどってな、ギャルは言うとるよ。6時30、今ね夕方の6時30分です。いやもうここ数ヶ月、1ヶ月2ヶ月朝の10時とかに起きてるから俺な、あ、一日が長い。ハローブンブンハロー YouTube、 早くピクシー出てください。出ないね、カハクちゃんめっちゃ出てくる。ちょお前どんだけカハクとあのジャックフロスをフルボッコにせないかんのこれ、やめてくれ。そろ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 もうええんちゃうか、いじめやぞこれは。これジャックフロストファンとか絶対見とると思う。お前やめろよと思っとるよ、頼む。おいヒーホー君一匹かわいそすぎだろマジ。いやヒーホー君じゃあ仲間にしちゃう、一回一回仲間にしちゃう。他のあるか、他の理解する、あるよ絶対。あマジ、君にかけてみる。おいらジャック仲間よろしくね。やべえヒーホー君出れたよ。さあこのヒーホー君をちょっと一回差し出してみるかな。生贄合体できるな、まあしないんですけど。あーマジか、雨の渦目できるね。へー、でもシーサーって誰か作ろうと思ってたよな、みなかたを。ですよね、だから使えない。イソラとかはいらんな、雨の渦目か。耐精神ディア需要、これワンチャンありじゃね。ワンチャンありか、雨の渦目作るん。え、どうしよう。こだまと一回分かれてピクシーにするかですね。ちょっとショタッコこだまと一回分かれて、ここでちょっとこだまちゃんと分かれましょう一回。はい、分かれて。さらばこだま、ありがとう。ここはね、心を鬼にして可愛い系の低レベルな人たちをちょっと解雇していこう。もう人手なしと言われてもここは仕方がない。で、ここでピクシーを仲間にして、まあ、完璧という感じかな。まあ、巣玉とかも作りたいんやけどな。まあ、皆さん、一つだけ言うておくならば、前もね、こう何遍も言うてますが、HD 版出たときに、まあ、間違いなく小玉は人気出るので、皆さん、これだけは絶対覚えておいて。あ、小坂言うとった通り、小玉人気出たわってなるから。こんなショタッコが人気出ないわけがないので、絶対人気出ます。それだけはみんな覚えておいてね。
マジで喋り方はね、一番いっちゃん可愛いレベルやった。はいはいはい。他にああいう喋り方する人おったっけ。パターンあるよな。40万か。はい、ラッキーピクシー可愛い。さすが嫁、さす嫁。いや、ちょろい。センキュー。おし、じゃあ今回はここまでにしましょう。じゃあ次回はまたレベリングしておいて、合体から始めてちょっとだけ本編進めたいと思います。ちょっと待ってね、回復させてください。回復させてください。あ、避けた。もう素手でガチ殴りやからな、やばいよこの進行。カハクとかジャックフロストを素手で重くそボンって殴っとるからすごいな。どつくなお前、あんな感じで。オッケー。まあ金は2万前後あるから大丈夫でしょ。よし、んじゃあね、今回はここまでにしたいと思います。また次回のメガテン3動画で皆さんお会いいたしましょう。またね、バイバイ。